昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだほら一つやるよすっごくおいしいぞ確かに風味が豊かで我が山中で焼いていたものよりはるかに美味だ それはまだ再建が終わっていないからです100本北斗もいるそれにえっと知らない人軍玉角はかなりの大きさですのでバランスを確保するため再建作業を2つに分けています適した浮上の石が見つかるまでの期間を利用して地上で軍玉角の土台となる部分を作ります 不上の石の用意ができたら浮上の石と土台を組み合わせ部分的に完成した軍玉角を山の頂と同じ高さまで浮かせるその後の作業は上空で行う予定になっています準備が整い次第つなぎ止めている縄を外して軍玉角をあるべき高さまで飛ばすのです百分さん新しい素材を持ってきたんだが。 少々お待ちくださいいすすぐ伺います再建作業が順調に進んでいるのもあなたが見つけてくれた不上の石のおかげです行子様もあなたたちに期待しているとおっしゃっていましたよっまさか一番重要な不上の石をこんなにも早く見つけちまうとはなあ私らはちっと出遅れちまったみたいだ北斗も。 かくの再建に手を貸してたのかああ以前の航海でたまたま名家浮上じょを手に入れたからそれを持ってきたんだ名家浮上医師は貴重なものだけど見つけられたのはオイラたちだけじゃなかったみたいだなそうだ紹介しよう彼女はリーユへの看板役者のうんき先生だこんにちは。 この2人はパイモンと旅人私の古くからの知り合いだそれとそっちの彼女は初めて会うな新閣2二人の友人だ <laughs> そうかしこまるな友達の友達なら私にとっても友達みたいなもんだ運先生も今回の再建に参加しててなちょうど私の船を貸すことになったから 一緒についてきたんだお二方の異名はよく存じておりますお会いできて光栄です神閣さんも初めてお会いしますがこれから先いい関係を築けそうな予感がしています実は行幸さんに質問する機会がどうしても必要でしてこの一件に参加させていただいたのです父の人脈をお借りし浮上の意思は何とか見つけることができました 少し小さいかもしれませんがかろうじて合格をいただけた状況ですおおなら3人ともいいライバルになりそうだなお聞きしたいのですが神閣さんも参加されているのですかいや行幸殿に聞きたいことは特にないただ彼の力になれればそれでいいだけだそれなら一つご提案があります 行,行さんが定めた規則では素材を集めた最初の3名に報酬を与えるとのことです質問の機会は3回であれば私たち3人でちょうど分けることができますお互い競い合うよりもここは一致団結しこの3名分の権利を手にしてはどうでしょうおおそれはいいかもな答え的にどうすればいいんだはは <laughs> 運先生の意図が分かったぞ一番困難であろう浮上の石は3人ともすでに見つけている残り2つの素材はそれに比べたらまだ手に入りやすいもんだどちらか一方が仕入れ先を確保すれば3人の需要を一気に満たせるそうだろうウン先生はいそのような方法がよし なら私から情報を共有しよう戦機革新についてこっちはもう手がかりを抑さえてある革新の製作は特に難しくないが素材となる鉱石の準備に苦労するだろうな私は船に一度戻りスーリンに聞いてみるつもりだあんたたちは DU エコーに戻って艦砲鉄器のショウさんに聞いてみてはいかがでしょうか よし方針がまとまったようだなならここからは別々に行動しようどちらがうまくいってもあたしらにとっては勝利に近づくことになるそれじゃあは行くとしようまたあとでなオイラたちも出発しようあ,あそうだうんは恭子に何を聞きたいんだ実は今新しい劇の舞台を探しているのです 陽光さんの心美眼は確かなものなのでそれについてご意見を伺おうかとおお、はあどんな劇なんだおいらも見てみたい父が民間の伝承をもとに心血を注ぎ描いたもので深海仙女の伝説物語です劇の名を「神女壁館」といいますお前たちか今日は何か買いに来たのか それとも、ダ蔵の依頼にしょうさん、お疲れ様です。お伺いしたいことがあるのですが、先革信というものを聞いたことはありますかああ、それはもちろんあるが、お前さんは。申し遅れました、私は運金翔さんは覚えていらっしゃらないかもしれませんが、以前、父が舞台で使う武具を依頼したことがあります。運金 舞台ああ,あまさかお前さんがあの運先生なのか <laughs> すまんすまん単蔵に集中しすぎて頭が回ってなかった運先生の名前は俺みたいなあまり劇を見ない人間でも知っているで戦機革新について聞きに来たんだったな無論俺ならそれを作ることができる過去の軍玉閣の建設でも行幸様のために作ったことがあるからな ただ戦機核心を作るのに必要な鉱石はかなり希少なものだ前回は行行様が用意してくれたんだがお前さん達は持ってるのかいやまだ持ってないんだだから何が必要なのか教えてくれないかなるほどそういうことかこれを作るには再生鉄鉱と非化石という2種類の鉱石が必要だ 俺の記憶が正しければ行幸様は前回天皇山の辺りで鉱石を見つけてきたはずだ再生鉄鉱には神の目と共鳴する性質があると言われている苦労はすると思うが時間をかければ必ず見つかるだろうただ非化石は少し厄介でなあまり市場にも出回らない代物なんだ すまんがそれについては力になれそうにないただ天皇山の付近に住む人なら非化石のありかを特定する秘術を知っていると聞いたことがあるもちろんただの噂に過ぎないがなまずは天皇山の周辺で再生鉄鋼を探し地元の人間に会ったら非化石について聞いてみるといい天皇山そういえば 碧観も天皇山を舞台にした物語です天皇山の環境は素晴らしいもので多くの仙人たちも好んで訪れると聞きますそこなら何か新たな発見があるかもしれません皆さん他の方に遅れを取らないよう早速出発しましょう幼い頃父と一緒に天皇山を訪れたことがあります あまりにも高い山でしたので頂上にたどり着いた時には足が棒のようになっていたことを今でも覚えています今日その思い出深い地を再び巡ることになるのですねこの険しい山道と流れる水を見てくださいまるで桃源郷のようです鎮魚壁管の伝説がこの地で生まれたのもうなずけます猛 満ちる千円まごうことなくここは千人たちが息づく地でしょう運慶がもうすぐやる劇って神女壁管なのかちょうど天降山で起きた出来事だなんてこれもきっと何かの縁だなその神女壁管ってどんな話なんだええこれはとある少女が英雄になる物語です英雄おいら 英雄のお話は大好きだぞこれは天降山における最初の伝説でもありますかつてこの地には栄えた村があったそうですその村には特に仲のいい夫婦がいましたしかしある日どこからともなく恐ろしい魔物が現れます 外で薬草を取っていた妻はその魔物にさらわれてしまいました夫はその出来事に打ちひしがれ心が病んでしまいます魔物はとても傲慢でしたかの者は村人たちにこう告げます死にたくなければ村の子供たちを差し出せとえーなんて悪いやつなんだちゃんと殺し しかしその魔物の力は強大でした村人たちは恐怖のあまりその要求をのまざるを得なかったのです誰の子供を魔物に捧げるかそれを話し合っていた時突如一人の少女が名乗りを上げますその少女ってまさか少女は襖つの剣を身に隠し怯えたふりをしながら 魔物の末と近づきましたそして勇敢にも立ち向かい苦闘の末ついに魔物を退治したのですその後少女は優れた素質から仙人に引き取られ幸せな結末を迎えますただ残念ながら仙人と人間には永遠の隔たりがあります彼女が属性に戻ることは二度とありませんでした「病々たるこの世晴れゆく霧」 これが真の壁間の最後です。<music> なかなか面白い物語であった。 ただ我が思うにその少女は語られているほど勇敢なものではなかったように思うもろ手を挙げて称賛するのはいささか賛同しにくいそのように考えたことはありませんでした劇を創作する際その理解を深めるのと同時に物語の展開を考慮しなければなりませんですので必然的に実在する物語を改変する必要があります この劇を父が書いたときおそらく物語の核心である神女に脚色を加えより多くの人々に感動を与えようと思ったのでしょうああでも良い物語であることには違いない我が理想とするような物語だうんうんいい話を聞いたらなんだかオイラもやる気が湧いてきたぞよしオイラたちも頑張って 再生鉄鋼を探そうぜ再生鉄鋼は多分これで十分だな残りは非化石だけど先ほど道すがらあたりを眺めていたところ村が見えたような気がします翔さんに現地の人に聞いてみるよう勧められましたし尋ねてみてはいかがでしょうお 運金の見間違いじゃなかったみたいだなおじさんこんにちはオイラたち聞きたいことがあるんだけど <laughs> あれ聞こえなかったのかなすみません通りすがりのものですが非化石に関してお伺いしてもよろしいでしょうか おー村で手がかりを探すしかなさそうだなしょうがない辺りを見て回るか進化くんうン探してみようぜすまない先に言っていてくれ我は彼と話がしたいよいか名春ジいよおおお前は 神格,だ神格生きていたのか…まさかあの噂は本当だったと今までお前はすまない非化石の在りかを俺は知らんだが村の記録に多少なりとも情報が残っているかもしれない この村はうに捨てられている訪れる人なんか会いやしない好きに調べても問題ないだろうえこのおじさんと神格って知り合いだったのか、うん、ありがとうございますでは私どもで調べさせていただきますあの名春さんという方特に神格さんへの悪意はなさそうでした神格さんに 危険が及ぶことはないでしょう心配は無用だと思います、はああそうっぽいなじゃあオイラたちは先に村の中を探させてもらおうぜこれは 神格さんあの方はもしかして劇に登場する神女なのでしょうかよく考えてみますと確かに彼女には仙人のような雰囲気がありますそれに年齢も合致している彼女と会話するときどうりで違和感があったわけですもっと早くに気づくべきでしたそしてこの記録から一つのことが分かります劇に登場する神女は 冒頭に出てきた夫婦の娘の娘ようです彼女は自ら望んで名乗りを上げたのではなく実の父親の手によって魔物の生贄にとされたのでしょう、はあ、まさかこのような事実が隠されていたとは実に悲しいことです信女は劇で語られるほど勇敢ではなかったそう言っていたのにもこれで納得です 望んで危険に身をさらしたわけではないのですから父が書いた神女壁画には修正が必要でしょう <noise> これらを踏まえると神格さんの父は秘術で神々を呼び出したのではなく魔人の残骸からなる魔物をおびき寄せたようです <noise> 亡き妻への執着が 悲劇の引き金となりそして真実を知らない村人たちは別の地へと移り住んだここが廃村になったのもうなずけますただ先ほどお会いした名春さんは神閣さんの家とどのような関係があったのでしょうふん、はあ、一通り回ってみたけど非化石に関する記録はなかったな。 あっちの方も探してみよう。これだ。どうやら夕方に天功山の南にある湖に行って。 その中心を探せば火化石が見つかるみたいだよし戻って神格にこのことを伝えよう一年前ここに帰ってきた時通りすがりの商人から白い髪の千女の物語を聞いたまさかそれがお前のことだったとはな俺は お前の父親と仲が良かっただから儀式を止める機会もあっただろうしかしそのまま見て見ぬふりをし重大な過ちを犯してしまった俺は毎年ここへ花を持って帰ってくるんだお前たちに謝りたいという気持ちを心に抱きながらな なぜ謝る必要があるあの時主が強行を止めていたとしてもきっと他の手段によって災いが降りかかっていただろう愛する者のためならばあの男は何でもするそのあいつのことをまだ憎んでいるのかそれはわからぬ我は孤独であだなすもの それゆえ師匠の赤ひもによって魂を縛られた我の不穏な心は抑えられたが仙人のように超然とした佇まいとなってしまった過去のことを口にしても今となっては何も感じぬ憎む憎まない以前の問題だそうか。 本当に苦労をしてきたんだな進化くん戻ったぞじゃあ俺はこれで失礼するお前が無事だったということを知れて俺はホッとしたよ今度機会があったら昔のことをもっと話そうおじさんありがとなおかげで手がかりが見つかったぞ ほら見ろよ神河君これに非化石の手がかりが書いてあったんだ湖の中心に行けば見つかるみたいだぞそうかならば早速向かうとしようあっ神河さん一つご相談したいことがあります先ほどあなたの父親が書いた書記を村の中で見つけました女壁館には 事実をねじ曲げた記載が多々ありますですのでその内容を修正したいのですなぜ修正する必要がある先ほどもお話ししたように劇とは実際に起きた出来事を改変したものそれでも劇の主役となった方がすぐ目の前にいるのですその気持ちを無視することはできません構わない先ほど主が語った劇を。 我はとてても気に入っている<え>己の力を人のために使えるようになった時本当の意味で人間の社会に溶け込むことができると師匠は言っていたそれゆえ我もいずれは劇で語られる人物のように己を顧みず人々を守りたい今までこのように考えたことはなかった この先も同じ気持ちのままでいれるかはわからないがい,いえご安心くださいその気持ちがなくなることはありません私から見てあなたはすでに変わりつつあるように思いますただそれに気づくためのきっかけが必要だったのでしょう進化くうんきーおしゃべりしてないで で全部揃ったな戻って報告しようほお,のお,おどどうだああお前たちが見つけた素材はどちらも良質なものだ仕上がりにも期待してもらっていいだろうこりゃ俺も本気を出さなくちゃならんなよどうだい そっちの収穫はこっちはちょっとした問題があってな実はスーリンのやつ千機革新を見たことないらしいんだよだから調査も振り出しに戻っちまったまだしばらく時間がかかりそうだ千機革新の生産なら俺に任せておけお前さんたちは他のことをしててもらって構わない大丈夫そう時間はかからんでは こちらはショさんにお任せいたします私たちは戦火呪符の準備をしましょうしかし仙人に関するものとなるとどこを探せばいいのでしょうか我が用意しよう神格がああ長年我は仙人たちの修行を受けてきた呪符の作り方も多少心得がある 初めて会った時に言ったはずだ我は競い合うためではなく軍玉閣のために来たのだともとよりここへは戦火呪符のために来ている行好殿が軍玉閣を再建するという噂を師匠が耳にし呪符のことを我に頼んだのだそれと同時に師匠は これを機に人間社会へと戻れとも我に言っただが我は俗世から離れすぎていたゆえいささか常識というものを忘れてしまっている果たしてこのまま人間社会に残ることが正しいのか我には分からぬだが主らと出会えたことは実に行幸であった 呪符については我に任せてほしいふん事情をよく知らない私じゃそれが正しいかどうか判断しにくいがそれでもこうやって知り合えたのも何かの縁だもし辛いことや苦しいことがあったら私の船に飲みに来るといいああ感謝する翔少し場所を借りても良いだろうか今から呪符を作ろう あ,あ構わないそれに俺も見てみたいしな仙人の法術がどんなものなのかをよし呪符は完成した師匠が作るものと比べたらまだまだだが出来に関しては悪くないだろうこっちも 戦機革新が完成したぞ・よーし他の人に先を越されないよう早く私に行こうぜ素材を集めてきたぞあら早かったですねなるほど3人で一緒に探していたのですかでは素材を確認しましょう。戦機革新と戦 どちらも高品質で特に問題はないようですこれで今回の勝敗も決しましたねではここに宣言しましょう軍力閣再建における素材集めの功労者は旅人さん雲金さん北斗さんこの3名です何だってもう終わりなのか まだ不条の石すら見つけられてないのに <laughs> 納得いかんはあ、頑張りましたが今一歩及ばなかったようですでは皆さんには軍玉閣へと移動してもらいます行光様がそちらでお待ちですあれ北斗がいないけどどこ行ったんださっきまでここにいたのに 北斗さんは用事があり少し遅れるとのことですではこちらに私と一緒に来てくださいじゃあオイラたちは先に軍玉閣に行こう最後に軍玉閣に行ったのってもうかなり前のことだよな 呪腐と戦機革新を組み合わせて軍玉革の制御盤へと取り付けるこれで軍玉革の再建も無事終了ねあとはつなぎ止めている縄を回収すれば空高く上昇するはずよみんなご苦労さまさて約束通り報酬を与えるわ 先生がここに来た理由についてはもう既に聞いているわ新しい劇にふさわしい舞台を探しているのよねはい行幸さんのご意見を伺いたいのです雲先生が心を込めて準備してきた劇きっと壮大な物語なのでしょうなら初演はこの再建された軍力閣で行うのはどうかしら ここは天高く舞う楼郭絶景を一望できるわ風を感じながら民衆の反応を見ることができるここよりも適した舞台は他にないはずよ恭光さんありがとうございますでは劇の道具が準備でき次第それを軍玉閣へと手配していただけますでしょうか名演を楽しめるんだもの これくらい遠慮しなくていいのよ旅人さん神格さんそしてパイモンさん私はお先に失礼します是非とも劇を見に来てくださいねあなたは質問したいことはあるかしら念のため言っておくけれどあなたの妹の行方は私にもわからないわこれに関しては聞かないようにしてちょうだい さすが行行いつも先を読んでくるないじゃあオイラの質問に答えてくれ商売はあなたたちが思っているほど単純なものじゃない経済力人脈流れ木を捉えるための嗅覚必要なものは多岐にわたるわもしモラを稼ぐ方法を聞きたいのであれば 約束通り答えましょうでも今のあなた達たにはあまりおすすめできないのが正直なところねおいおいがまだ何も聞いてないのにすべ <laughs> て顔に書いてあるんだもの一目見ただけでわかるわもちろん軍玉閣の再建を手伝ってくれたのだしそれにはちゃんと答えるから安心してちょうだい もしモラに困ったら私が雇ってあげる報酬については最高水準のものを用意するわやったぞ今度もしモラが必要になったら行このとこに行けばいいんだなオイラたちが聞きたいことはもう聞いたぞシンは何を聞くんだ我もいいのか 感謝するしかし我が聞きたいことは特にそうめったにない機会よ無駄にするのはもったいないわもったいないことはしちゃダメだぞ何か聞きたいことはないのか良りょうこその我は リエコーに馴染めるだろうかへえ面白い質問ねリーウエコーは寛容な場所よ規則を守っていればあなたを拒むことはないわつまり大切なのはあなたがリーウエコーへの貴族意識を持てるかどうか貴族意識そうある場所を好きになったり そこに馴染もうとしたりするのには必ず理由があるのその地で出会った人経験したこともしくはリーウエの雰囲気が好きでその生活を気に入っているなんて理由もあるでしょうとにかくリーウエイに残って生活するのなら誰であろうと理由が必要よあなたもそれを早く見つけられるといいわね 承知したよう話し中か野暮用で戦隊に戻っててな少し遅れちまったおちょうど北斗の番だぞ北斗は何を聞くんだ私あたしかああたしは特に聞きたいことはないな今回は行幸のやつに無理やり手伝わされたんだよこれに参加したのはついでだ 寮子この前の約束忘れるなよあれはかなり厄介だ私の戦隊だけじゃ対処しきれないかもしれない心配ないわもう手は打ってある傷薬の準備も万全だし洗顔軍も待機しているわならいいだが気をつけろよ油断は禁物だ北斗寮子あ,あ 何の話をしてるんだ軍玉閣が空高く登ったとき自然とわかるはずよでも決していいことではない知らない方が幸せかもしれないわね <laughs> 初めて軍玉閣を訪れたときは高台の端に立ち 空からリーウエコーを眺めたわその時私はいつの日かこの軍力閣の陰で七国を覆い尽くそうと考えた今でも私の願いは変わらないでも今回の軍力閣の再建は私自身のためだけではないの私が願うわ軍力閣がこの先も 永遠にリーウエコーの上空を飛び世の繁栄と平和を見守ることみんなも一緒にそれを見届けてちょうだい昇空儀式これより開始するわ。 のバッセ誰なんだそいつはあのオセルの妻ウズの魔マの最後の追従者よ教皇は最初から知ってたのか海洋の変化に勘が鋭い北斗は以前から私に警告していたこの時期に軍玉格を再建したのもバッセが持つ軍玉格への憎しみを利用し海から誘い出すため <laughs> それなら千人に力を借りに行こう<おっ> <laughs> その必要はないわ<っ>今はもはや 人間が統治する時代この訪れしきリュウエコーの人々は自らの力で乗り越えなければならない 存在自体が周りに危険をもたらすお前は生来そういう運命なのだ彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば他人のため力を使いたいと思った時人間社会にも溶け込むことができるだろう まずついてきた神格一人を危険な目に遭わせるわけにはいかないだろうそう危険なことでもない e u エコーの人々はこのことをすでに想定していたのだろうかの者はすでに手負いであった操は執念で持ちこたえているだけにすぎない我も体力を消耗したが かような命のやり取りは我の方が得意であろうおいらちの力になるぞ具現せよ見切りましたせっ逃げたのあとーーここの地盤は堅固ではない深追いは危険だ ひとたび崩れればその被害は想像もつかないものになるだろうここは引いた方がよい <noise> 少し力を使ってしまっただけだ問題はない。 我一人であやつを始末しようと思ったのだがまさか主も追ってくるとはだが心配はいらぬあれがこの地に来ることはもうないあれほどの傷を負ったのだ他の場所へ行っただろう先ほど水の中で一体何がすでに解決した 水中へ潜る前から傷を負っていたゆえ我もあまり手を焼かずに済んだそう無事で何よりだわいずれにせよ私たちはこの危機を乗り切ることができた後で軍力閣へ来てくれるかしらこの礼はしっかりとさせてもらうわ陽光様船隊からの報告によると 水の魔物は幸雲閣一帯から去り周辺海域は正常に戻ったようですご苦労様ま洗群の状態は陽子様が用意してくれた傷薬それと国生様の指揮のおかげでなんとか被害を最小限に抑えることができましたもちろん助けに来てくれたこの方にも感謝を千眼群を代表して あなたにお礼を申し上げますればそうかそれは何よりだ運先生の劇を見た時神女へと送られる称賛を素直に受け取れるようになるかもしれないなだが我れば英雄になろうとしたわけではなくただ 主を守りたかっただけだひとまず兵士たちは休憩を取りなさいでも油断は禁物よあれが再び訪れる可能性もある警戒を怠らないようになさいは<っ>長いこと影から見ていたようですが何か結論は出ましたかわ <laughs> らわの意見を聞いておるのか もし神格がいなければこたの剣はそう簡単にいかなかっただろうそれは否定しませんしかし彼女がこの場にいなかったとしても最終的な勝利はやはり私たちが手にしていたでしょう無論戦いはより苛烈を極めていたとは思いますがそれにいざという時には また軍力核を落とせばいいだけの話です人間が模倣し手を加えた奇襲機を見てきた確かに新規な発想を多少使っておったな失敗から学び事前に計画を立てることで危機へと立ち向かう前回から随分と進歩したようだ 今回は旧大天としておこうこれからも試練が数多と訪れるはずだわらわはずっと見ておるぞ天竺園の座にいる限りリーウへの平和は私が守ります神格よ数年前お前がこっそりと山を下り悲しみに満ちた顔で戻ってきたのを わらわは見ていた今回このリーユエコーを訪れ心境に変化はあったかああ変わったしかしまだうまく言葉にできそうにないだが想像をしていたよりも良いひとときだったならばよい旅人神格のことは任せたぞ ふむあれこれ話をしておったら神閣の子供の頃を思い出したのだがそれは語らずともよいそうか <laughs> お前といい操といいまあ聞きたくないのであればよかろう今回は見逃してやるさて ワラワは帰るとしよう二人ともまずはゆっくりと休んで落ち着いたらまた軍玉閣に来てちょうだい軍玉閣の再建とリーウェが無事危機を乗り越えたこと今回の宴はかつてないほど盛大なものになるわ か閣で行幸の宴に参加するのっておいら初めてだぞおいしそうな料理がいっぱいで目うつりしちゃうなここに集まってくれた方々はこの行幸の大切な客人今日は思う存分宴を楽しんでちょうだいお酒が飲めない人は他にも飲み物があるから安心して ビシュは心を安らかにするけれどそれは何もお酒を飲むことに限った話じゃないわこの軍玉閣から見える美しい景色を眺めるだけで酔いしれることだってできるはずよ聞いたか今日雲先生の舞台を拝めるらしいぞああ実はそのために俺は来たんだよん先生の劇は一つも見逃したことがないからな 今回「真女壁管」という演目をやるらしい雲先生の父が執筆した劇とのことだあまりにも楽しみでここ23日よく眠れなくってなあ,あ見て雲先生が舞台に 这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸。 茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。我的舞台是いかがでしたでしょうか？すっごくよかったぞ！機会があったら、おいら演技の仕方教えてくれ。見事であった。 そして、て礼を言わせてくれい,いえあなたのおかげで新女壁間をより完璧なものに仕上げることができたのです劇の幕は下りましたがあなたの人生はこの先も続いていきます将来きっとリーウェイコーに馴染むことができると私は思いますよああ感謝する我も変わるためのきっかけを見つけられたようだ 先生ここにいたのかうんそこの白い髪のお姉ちゃんただものじゃないようだなまるで仙人みたいだなうんまさかお前があのし女なのかそれにそっちは有名な旅人じゃないかああ今日は本当に来たかいがあったなあ 椅子をこっちに持ってきてもほら、一緒に話そうぜ残りの酒を目や鼻で飲みたくなければさっさと消え失せるといいこの感じ…初めて進学と会った時に戻ったみたいだな、えー、な、何をする気だ しんかおうちつけって、えー